後半戦の幕開けは第7戦ミネ。シーズン前半に度重なる不運で勝利を逃した羽賀はここで流れを変えるべく、レース序盤でトップに立つと後続を引き離しにかかった。しかし羽賀は5周目の1コーナーで痛恨の転倒。自分は雨苦手じゃないからこれはなおいけると思ってトップに出ました。滅びましたね、簡単に。レース終盤のトップ争いはまたも加藤と中野の戦いとなった。ウレタ路面は徐々に乾き始め、柔らかめのタイヤを選択した加藤はペースダウン。そして残り3周を切ったところでついに中野がトップに浮上。ペースを落とした加藤の背後にはヤマハ TZ の松野直樹が迫ってきた。セッティングとかちょっと詰めきれなくて、決勝は雨で、でちょっと後半苦しかった。微妙なコンディションの中、クレバーな走りを見せた中野は第6戦菅生に続く2連勝。そして2位争いは1000分の23秒の僅差で松戸が加藤を逆転。市販レーサーでワークスマシンを破った松戸は自己最高の2位となった。最後まで待った甲斐がありましたね。いい勢いが今ついてると思います。ランキング2位に浮上した中野は加藤に10ポイント差まで詰め寄り、シーズン後半のタイトル争いはこの2人の戦いになろうとしていた。迎えた第8戦鈴鹿、トップ争いは加藤と中野のランキングトップ2に羽賀と玉田がついていく展開。中野は風邪で体調を崩していたが、ここで加藤とのポイント差を少しでも縮めておきたかった。中野は2周目の1コーナーでトップに浮上。しかしゼッケン56番のヤマハ YZR は中野の気持ちに応えてはくれなかった。突然のマシントラブルに見舞われた中野はピット行き、早々と戦列を去ることになってしまった。中野の脱落で3台となったトップ争いはさらにヒートアップ。中でもホンダ RS の玉田は2台のワークスマシンを相手に互角の戦いを見せていた。しかし終盤力尽きた玉田は交代し、レースは羽賀と加藤の一騎打ちとなった。2人は何度もトップを奪い合いながら最後まで行き詰まる接近戦を繰り広げた。コンマ375秒の僅差で羽賀の追撃を振り切った加藤はシーズン5勝目。羽賀は惜しくも2位、玉田は2度目の3位表彰台を獲得した。ランキング2位の中野がノーポイントに終わり、5勝目を挙げた加藤との差は30ポイントと大きく広がった。そしてシーズンは残すところあと3戦。第9戦筑波、加藤はここで一気にライバルたちを突き放すべくトップを独走。後方では加賀山と羽賀が接近戦の2位争いを展開。シーズン中盤に調子を崩した加賀山は久しぶりの上位での戦いとなった。これ筑波は地元というか昔から走ってるコースなんで、結構人間の方が頑張れたかなっていう結果だと思うんですけど。スタートで大きく出遅れた中野は懸命の追い上げで4位までポジションを挽回、3位羽賀の後方に迫りつつあった。しかしレース終盤の最終コーナー、中野は痛恨の転倒。2戦連続のノーポイントとなった中野はこの時点でタイトル争いから脱落した。一方後続に約7秒の差をつけた加藤はホールトゥーウィンでシーズン6勝目。加賀山は第2戦相撲以来の表彰台2位、羽賀は3位でレースを終えた。中野はランキング4位に後退。ランキング2位の加賀山に36ポイントの大差をつけた加藤はいよいよ初のタイトルに王手をかけた。そして迎えた第10戦 TI サーキット間、加藤はここで9位以内に入ればタイトル決定という状況だった。とりあえずポイントは全然考えないで、9位とかじゃなくて優勝してチャンピオン取りたいんで、明日は今まで以上に頑張りたいと思います。レースは加藤と羽賀の一騎打ちとなった。ここで勝ってタイトルを決めたい加藤、対してとにかくシーズン初勝利が欲しい羽賀は加藤を猛然とプッシュ。2台はテールトゥーモーズの接近戦を繰り広げた。結構1年ずっと一緒に走ってきたんで、結構走りやすいのは走りやすかったです。
変なところで仕掛けてこないとか。ティアのレースが来るまでいろんなことがあって、その経験を生かして結果を出す、それを自分でやってみようと。でまあやるだけね、やろうと、とにかく。レース中盤、羽賀はやや遅れ始め、その後方には中野が接近してきた。最終コーナー立ち上がりでちょっとギャップに乗ってね、あのエンジンが吹けない状態で、ね、エンジン吹き返してくれっていうふうに願ってたら、まあ復活して追い上げしたんですけど、まあ大二郎君も大二郎君でね、彼ももうベテランになってきてるんでね、やっぱそう簡単には、いかないっていう。徐々に離れていってるのが分かったんで、でラスト2周ぐらいからこれで転んだら結構えらいことだなとか思う、ちょっと考えて走ってました。そしてチェッカー加藤は2戦連続のホールトゥーウィンでシーズン7勝目をマーク。この瞬間、ホンダ NSR 加藤大二郎の97年全日本 GP250 チャンピオンが決定。加藤は全日本4年目にしてついに栄光のゼッケン1をその手にした。あ、チャンピオンだみたいな感じで、そんなには実感湧かなかったですけど、今年のバイク見てから、一番見てから湧くと思います。最終戦すごう MFJ グランプリ、ここでもチャンピオンの加藤がトップを走行。後方では YZR の羽賀と TZ の松戸が2位争いを展開。しかし加藤と羽賀はこのレース前に2度の転倒を喫し、体調を崩していた。で2日連チャンで頭打って、で結構フラフラしてて結構大変でした。あんまり口に出して言いたくなかったから言わなかったけど、本当に体がボロボロで、レース後半なんて体力も精神的なところも持たなかったですね。そしてレース終盤、羽賀は松戸の先行を許し3位に後退した。さらにペースアップした松戸はトップ加藤に急接近。3位の羽賀も懸命の追撃を見せ、トップ争いは土壇場でテールトゥーノーズの接近戦となった。コンマ4秒の僅差で松戸の追撃を振り切った加藤はシーズン8勝目。ワークスマシンを相手に互角以上の戦いを見せた松戸は2位。最終戦を3位で終えた羽賀はシーズン終了後、98年からのスーパーバイク参戦が決定。結果的にこれが羽賀の全日本 GP250 最後のレースとなった。ホンダ NSR 加藤大二郎が圧倒的な強さを見せた97年、羽賀の 250cc 最後のシーズンはランキング2位。全レースでポイントを獲得した加賀山はランキング3位、そして市販マシンで健闘を見せた松戸はランキング4位を獲得した。